金、こうなったら。そうだ、だったら博士に聞いてみてよ。これから電話するから。もしもし、アガサですが。あ、博士、コナンだけど、今日約束があったんだよね。え？なんじゃ、新一。これから行くから、蘭姉ちゃんに説明して。頼むぜ、博士。おい、何のことじゃ、わしにはさっぱり。なんですけど、コナン君と待ち合わせしてるの？ラン君。おお、そうそう、コナンと約束しとったんや。早く来るように君からも言ってくれ。待ちくたびれてしまったわ。ね、どうラン姉ちゃん。しょうがないわね。あなたたち、何やってるの？早くしないと信号変わるわよ。じゃあ僕、博士のとこ行くから。あ、コナン君ってば。もう。じゃあね、蘭姉ちゃん。やべえ、ランのやつずっとこっちを見てるぜ。おまけにあいつらも車に乗り込みやがったし。信号で止まった。よし、今なら横の路地から近づけるぜ。くそ、ジンのやつ何を話してるんだ。ここからじゃ聞こえねえけど、これ以上近づくのは危険だし。仕方ね、唇の動きを読むしかねえな。何剣を抜け、デザイアキューブ。おい、まさか今回の事件に黒の組織も関係が。あ、ダメだ、信号が変わっちまう。しまいやがった。どうする、このまま追いかけるか、それとも。そうだな、確かに危険だ。それに気になることもある。そう、剣を抜けという言葉とデザイアキューブ。ここはひとまずアガサ博士のところで調べてみるか。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするかい？デザイアキューブ、デザイアキューブ、おお、そうじゃ。なんか知ってるのか、博士。聞いたことがあるぞ。セシリアの名門ガムラン家に伝わる秘宝じゃろ。たく、そのくらいのことは知ってるって。いや、この話にはまだ先があってな。さらにその中には、その秘宝以上の宝物が収められていると言われてるんや。秘宝以上の宝物？何なんだよそれって。さあ、誰も中を見た者はおらんという話だからの。何でもキューブは特別な構造になっておってな。
その開け方は限られた人間にしか伝えられん秘伝と聞いておるが。限られた人間。じゃあもしかして美佐子さんは。うん、その一人と考えてもおかしくはないの。二人揃って何くだらない話をしてるのかしら。なんじゃ、アイ君聞いておったのか。まったく、宝物の話がこうもいろいろ出てくるなんて。かえってありがたみもなくなるってものね。なんだよ、この前は自分から宝探ししてたくせに。誤解しないで、あれはあなたたちが勝手に始めたことだわ。相変わらずだな、おめえ。けど、彼らが本当に言ったの？デザイアキューブって。思い込みで唇の動きを読み間違えたってこともあるんじゃない？アイ君、何もそこまで。とにかく、深入りしない方がいいと思うわ。それだけ。なんだよ、あいつ。まあまあ、彼女はあれで君のことを心配しとるんじゃろうよ。え？とにかく君は組織のことと聞くと無茶しかねんからの。けどよ、博士。ああ、それからなんじゃ、もう一つ謎の言葉があるとか言っとったの。そうだ、剣を抜け。何のことだろう、一体。剣か。うん、ちょっと待ってるよ。おい、博士、一体何が。いや、最近インターネットに凝ったってな。いろんなホームページを覗いてみたりするんじゃが、ここじゃ。博士、これは。いや、君から剣と聞いてピーンときたんじゃよ。先日偶然見つけたんじゃが、どうやっても中に入れんでの。なるほど、パスワードが必要ってわけか。そうなんじゃよ、わかるか新一。さあ、やってみなくちゃわかんねえかな。10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。こいつはどうやら違うな。10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。いや、こいつはどうやら違うな。10
10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。いや、こいつはどうやら違うな。10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。いや、こいつはどうやら違うな。10個のアルファベットと10枚のトランプ、どういうことなんだ。なるほど、そうか。くそ、間違えた。工藤君、剣を抜けの剣っていうのはスペードを意味するのよ。はあ、これはオークションの案内みたいじゃの。けど見ろよ、武器やら美術品やら怪しい品物ばっかりだぜ。ん？この消されている項目は虹色の瞳と聖なる御剣獣。虹色の瞳といえば、確かあの時の。それから連続殺人のきっかけになった聖なる御剣獣。そうか、あの二つの事件はどちらも裏でこのオークションが絡んでたってわけか。博士、どうやらこいつはただのオークションじゃねえな。なんじゃと？ということは。ああ、おそらく黒の組織主催の闇オークションだ。じゃとすれば、ここにある品物は？盗品か密輸品、つまり表では堂々と売り買いできねえ品物ってことさ。なるほどな。お、デザイアキューブも乗っとるぞ。なんだって。ほんとだ、確かに。ん？ドラッグ APX、もしかしてアポトキシン4869、あの薬がオークションに。落ち着くんじゃ新一、君らしくないぞ。これが落ち着いていられるか。あの薬は俺を小さくして。そう、あれさえ手に入れば元の体に戻れるかもしれねえんだぜ。工藤君、よく考えてみて。組織がこんな迂闊なことをすると思う？だったらこれは
何か別の薬品よ。アポトキシンなんかじゃないわ。オッケー、それなら確かめてみようぜ。じゃが確かめてみるって、まさか。そう、潜り込んで調べてみるのさ。相手は例の組織かもしれんのじゃろ。危険じゃ。そいつはやってみねえとわかんねえぜ。日程はどうやら今夜みたいね。場所はさすがにガードが固いわね。簡単には行かせてくれないみたいよ。おいおい、アイ君、まさか君まで。たく、言い出したら聞かない名探偵さんなんだから。その通り、よくわかってるじゃねえか。しょうがないの。いいか、無理は禁物じゃぞ。ああ、わかってるって。じゃな。くそ、どこなんだ一体。そこはホテルラウンドパレスじゃ。ああ、どうやらそのようだな。ドラッグ APX 必ず手に入れてみせるぜ。セーブするかい。ちょっと待っててくれ。どのファイルにする。セーブするぜ。終わったぜ。見たところ普通のホテルと変わらないようだな。